こんにちは皆さん育て、る絵本 Tales ですさてこの間、ウィメルブーフを紹介した記憶があります。その時紹介したのは基本的なウィメルブーフでストーリーがなくキャラクターが多くてそのキャラクターの間にあのページとページの間にあ全然関係性のないウィメルブーフです。では今日紹介するのはあの別のタイプのウィメルブーフになります。はい、こちらです。ストーリーを探して夏絵本です。 この本は前紹介した本とどう違うかというとこちらの後ろには実はストーリーが紹介されています。キャラクターも書いてて読者が何をすべきかというとこの絵本をめぐりながらそのキャラクターがどうなっていたかを確認しながらストーリーを考えればいいです。まあ、実際この間紹介したビメル・ブフとあまり変わりはないんですが読者が自分で物語を作成しますが このキャラクター性そしてあのストーリーの流れがページとページのつながりがあってその最初はまあ何も考えずに読んで最後に説明を読んでいただいてもう一回あの最初に振り返ってではこのストーリーは実は最初からあの何かストーリーラインがありましたよということに気づいてもう一回楽しむという絵本になります。ぜひ単語一つのない 絵本 Wordless Book を楽しんでみてください。